立川団体は、日本の落語家。落語立川流所属で、死去時は二つ目。本名、桜井達夫。1974年7月6日、茨城県出身。1997年5月、22歳の時に七代目、立川男子に入門する。2002年5月、二つ目への昇進意欲が感じられないとして、前座五名と共に波紋を言い渡される。 2003年5月、復帰試験が行われたが、不合格となる。2004年1月、立川きうと共に、一門の新年解析上で再度、復帰試験を受ける。厳しい意見が相次いだが、前座としての復帰という条件を男子が提示。男子の意を組んだ、立川男子郎、立川しのすらの後押しにより、前座として一門に復帰する。2007年7月に2つ目に昇進。 若手落語家として将来が有望視されていたが、2010年10月27日、自宅で雲膜下出血で倒れたところを病院に搬送。男子を羽田空港まで車で送った後、自宅に戻り、異変に気づき自分で救急車を呼んだ後、弟弟,弟子の潜水艇金魚に電話をかけたところで、救急隊員が到着している。翌月4日、意識は戻らず、 東京都内の病院にて死去。師匠である男子は、ああ、団体無念なり、お前は、俺の弟子なのだ、馬鹿野郎。と追悼のコメントを寄せた。11月14日、日暮里ホテルラングウッドで、お別れの会が開かれ、男子をはじめしのすけしらく、団春、団将ら一門のほぼ全員が顔を揃えた。会場では、団体の講座映像、ダクダクが流れて、 テレイヤで優しかった個人のありし日を忍んだ。生前本人が、独演会を開催する予定で抑えていた、お江戸上の広小路邸では、11月27日に、セニョール、立川団体から信じられないよ。12月25日に、グラシアス、立川団体お前はおしゃれなタレントだったが開かれ、笑いの中に個人を忍んだ。出林として使っていた、不思議なポケットは、 立川小春が受け継いで使っている。ありがとうございます。